昨年末に NASA が発表した新惑星エマノンにちなんだブームが到来しています。あんたは何？私？違うでしょ。あんたのこの世界線は私の脳内世界なの。どちらに行かれますか？上がる玉で多世界解釈パラレルワールド。まだ元彼の声聞こえるの？星ドッペルゲンガー世界線現実異常気象って何を比べて異常なんですかね。嫉妬妄想なんですか、ね、憧れ願い後悔祈り消えてない欲望絶望親友だよ。愛、夢、記憶、リアル、壁、境界。起きてないことはすべて起こり得るってことだから。誰かと付き合うのとかもうできない。若い時って自分にいろんな可能性感じるのにさ、その可能性がすり減ってく毎日が辛くてさ。すぐに行きたい。壁の向こうに行ったってこと？そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。脳みそがさ、ぐるぐるすごい勢いで回転してるみたいに感じるんだよ。超高速で回って考えるのやめられねえんだよ。私、テロを救えなかった。俺は君が好きだよ。とっても好きだよ。